コルネリオ・フーダ・スタデオ・デ・サーベドライ・ロドリンゲスは、アルゼンチンの政治家、軍人である。1759年、ペルー副王領ポートシのオトヨ村で生まれた。1797年から、ブエノスアイレスのカビルドに勤め、1799年に、評議員に選出された。1801年から1805年まで市長を、勤めた。その後軍隊に入隊し、 イギリス軍のブエノスアイレス侵攻の際は、パトリシオスの連隊の司令官として参加した。1809年にマルティンであるサガが反乱を起こした際、民兵隊を率いて、これを阻止した。1810年、イギリス戦が、フランス軍のセビリア占領と最高中央評議会のカディストウォーの一報をモンテビデオに伝えると、サーベドラは、福オイダルゴデシスネーロスと、 カビルドに対してカビルド・アビエルトの開催を要求した。5月22日にカビルド・アビエルトが開催され251人の市民が参加した。この結果、サーベドラを議長とし、マリアーノ・モレーノなどの革命派を含むプリメイラ・フンタが成立した。1811年にはアルト・ペル攻略に参加した。1829年にブエノスアイレスで亡くなった。 ありがとうございます。